ジムに入ったらこれはモテると。その状態で飛び込む勇気がすごいですね。やっぱモテたい心。第一歩はやっぱ書くっていうことですよね。書いてそれを人に見せるっていうことをどれだけできるか。これを見ればよりアニメが好きになる。アニメノバプロジェクトがお届けするアニメ制作現場の裏側やノウハウ、アニメ制作工程完全網羅、アニメノバプロジェクトラボラトリー。今回紹介するのは脚本。企画で決まったコンセプトに沿って登場人物の会話や物語を文章で書き起こす作業。名言や名シーンは脚本家の腕次第。そこで今回は人気アニメ「ハイキュー」「フルーツバスケット」などの脚本を手掛ける岸本拓さんに若者への金言をいただいた。岸本さんの経歴をちょっと調べさせていただいたんですが、もともとは雑誌の編集者をされてたんですね。はい、物語を書くとか、はい、全く興味がなくて、ただ雑誌をなんか部活みたいにある雑誌を作るっていうのが自分の夢というか、だから小説とかアニメとか全く見ず、ただ評論とかばっか読んでました。珍しい。そこからどうしてこのアニメの世界に入られたんですか？たまたまそのジブリにインタビューに行って、はいはい、鈴木さんのところに行って、はいはい、一番上が鈴木さんの部屋があって、はい、でその庭が屋上が庭園になってんですよ。へー、だからこれむちゃくちゃ暇そうだなと思ってジブリに入ったらこれモテると。モテるっていうことと暇そうっていう、その2つでジブリにお世話になって、そういう感じでした。その状態で飛び込む勇気がすごいですね。やっぱモテたいしこれはね、大きいんですよね。モテたいっていうのはもう生存本能というか、本能ですから。ただその脚本家でこう書くということに関しては最初は全く書いてらっしゃらなかったんですよね。はい、その力はどう身につけたんですか？なんでしょう、意外とでも僕の場合はすごく運が良くて、いきなりボンと大きい仕事をうさぎドロップというので全話書いてくれって言われて、書いたこともないのに、でそれであとはひたすら書いたものを監督とかプロデューサーからダメ出しされて、ひたすらそのダメ出しを受けて書き直すっていう、その繰り返しの中で身につけさせてもらったというか。わかります。自分ではとてもそんなことはって思ってても、それを聞いてやってみることによっていつの間にか違った形でそれが成立していったりしますんで。第一歩はあまりにありきたりっちゃありきたりだけど、やっぱ書くっていうことですよね。脚本家になりたいって言って脚本書いてない人いっぱいいるんですよね。脚本書いてるから脚本家なんだけど、書かないでなりたいっていうんじゃなくて、やっぱまあ書いて自分の好きな脚本家に送ってみるとか、極端にやっぱね、あとまあコンクールに出すでもいいですけど、何にしろ書いてそれを人に見せるっていうことをどれだけできるか、その中で評価してくれた人がお仕事として発注してくれるから、書いて書いて書きまくるしかないんじゃないかなと思います。一番いいのはその自分の好きな映画、まあできれば映画とか映像作品の方がいいですけど、一番好きなやつをひたすら真似する、登場人物とかちょっといろんなものを変えて、だけどお話のその持っていき方とか流れとかはもうそのまま真似っこ、何にしろ自分の大好きな作品を真似して自分で書いてみるっていうのが一番なんかとっつきやすいんじゃないかなと思います。いや、全く同感ですね。学ぶというのは真似ぶという言葉から来ているって話もあるくらいで、まずは真似から、そこからです。
まあ、たまたま脚本家になってみると今のアニメーションの脚本というものは、まあ、多くの場合原作がある、はい、あと、まあ、監督のやりたいことを実現するというのが僕の結構その特徴というか、うん、自分の中から何かオリジナルなものがこう溢れてくるというよりは、うん、原作を正しく理解して映像に置き換えていくとか、その監督が何をやりたいのかを正しく引き出して、うん、それを形にしていくというのが結構その今のアニメーション業界で求められている脚本家の一つのあり方かなと思います、うん。何事やっぱ書かないと始まらないと思うので、ぜひたくさん書いてそれを人に見せて、そのとやかく絶対とやかく言われますけど、そのとやかく言われるのをどうやって自分で正しく受け止めて、何言ってんだよとか排除しないで観客に見せた時その観客がどう思ったのかを取り入れてもう一回リライトするっていう、その行為を繰り返すと絶対上手くなると思います。はい、以上です。岸本さん、ありがとうございました。脚本家を目指す若者たち、頑張れ。現場で待ってるぞ。うん。